マツケンです。今回紹介するコストコ食品はこちらです。ジョンソンビルのチリチーズ。コストコにはですね、こういうソーセージとかウインナーとかハムとか結構こう加工食品が充実してるんですけれども、ジョンソンビルの商品もですね、もうずっと売ってますよね。今回購入したチリチーズっていうのはコストコ先行発売っていう、なんかちょっとレアなものみたいですね。なのでカルディとかそういったところでも取り扱ってるところあると思うんですが、このチリチーズは今のところコストコだけしか買えないみたいです。はい。で、このジョンソンビルのソーセージはですね、サイズはこれ12センチで、直径がですね、まあ、2センチ弱ぐらいなんですけれども、それが1、2、3、4、5、それが6本入っております。コストコで販売されているのはこれが2パックセットでの販売になります。いつも思うんですけど、この2パックでセット販売っていう形はいいんですけど、せめてこの中身をね、選べるような形にしてもらったらもっと買いやすいのにといつも思っておりますが、コストコって常時3、4種類このね、ジョンソンビルの商品売ってるんで、バラでちょっと食べてみたい場合は友達と別の種類のものを買って半分ずつ、1パックずつ交換するっていう方法しか今のところ取れないんで、なんかもうちょっと良くなったらいいですよね、そういうとこ。はい。で、コストコってこういうタイプのソーセージ、まあ、10種類ぐらい多分売ってると思うんですけど、辛い系のやつってほぼないんですよ。なのでもう絶対美味しいんですよね、これ。このチリチーズっていうのが美味しいものと美味しいものの掛け算なんで、もう間違いなく美味しいですね。さっきから手に持ってるけど、手に持ってるだけで美味しい。食べ方はですね、裏面の上の方に書いてるんですけれども、焼く場合はフライパンで油を引かずに弱火から中火で焼いてくださいと。ボイルは沸騰したお湯に入れた後、弱火で6分から8分ということです。もうこの食べ方に関しては好みだと思うんですけど、その時の気分で変えたらいいと思います。はい。じゃあもうお腹も空いたんで食べていきます。このパッケージはジッパーがついてるんで、開封してもね、ここでパチパチって止めることできるんですけど、1回目開封するときはここの部分接着剤ついてますので、ちょっと最初だけ開けにくいです。開けると匂いが結構きますね。辛い系の香辛料とだけしか書いてないんで、ちょっとわかんないんですが、匂い嗅いだだけでちょっと汗が出てきました。保存するときは、ここのジッパーをしっかりビタッと止めればいいと思うんですけど、中ね、ちょっと液体、油か何か液体が少し溜まってますんで、僕はいつも開けたら、まあ、ぐちゃぐちゃっとして、はい。こんな感じで、液漏れとか匂い漏れする可能性あるんで、まあ、その対策として、こういうコンテナに入れるようにしております。まあ、必要ないんですけどね。はい。気になる方は、ぜひ。ということで、いつも使ってるフライパンにちょうど収まるサイズで、まあ、この外見を見る限りでは、普通のジョンソンビルのソーセージって感じです。はい。じゃあ、焼いていこうと思います。
こんな感じで焼き上がりました。皮がねパリッとして香ばしくなっております。まあ一部もう弾けちゃってるんですけれども、まあしょうがないのかな、これは。はい、美味しい。ブリンブリン。食べた感想は美味しいです。ジョンソンビルのソーセージは皮がね結構分厚いというかしっかりしてて、で中の肉がブリンブリンっていう、まあそんな感じなんですけれども、チリチーズっていうことなんで、中からねこうチーズが、チェダーチーズがこう溶け出してくるんですけれども、思ってたチリの感じと違くて、これ何のスパイスかいな、これスパイスの名前がちょっと出てこないんですけど、なんかなこれ、クミンじゃなくてなんかマサラ系のやつですね。唐辛子とかの直接的な辛さじゃなくて、あのマサラとかあっち系のスパイシー感の辛さがこれっていう印象ですね。思ってた味と違ったんですけど、まあこれはこれで美味しいなと思います。2本目は自分の好きな調味料つけて食べたいと思います。これはフラインググースのシラチャーチリソースっていうやつで、あのカルディに売ってます。はい、うん、うん、マヨネーズも美味しい。辛さのレベルなんですけど、なんかじわっとくるようなタイプで、一口目すぐ口に入れた瞬間にこうバッと辛みが来るわけじゃなくて、しばらくこう噛んで口の中に馴染んでいく中でこうじわ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 くる感じです。辛さ自体もそこまで強くないんで、5段階で言うと2ぐらいかな。これが 3.5 とか4とかとすると、これが2ぐらいなんで、小学生の高学年ぐらいで辛いのが食べれるぞっていうわんぱくな子供にはいけるかもしれませんが、期待してた辛さの感じとはちょっと違ったんですけれども、ソーセージとしてはすごい美味しいので、はい、まとめるとそんな感じの商品でした。この辛さの種類で好みは分かれるかもしれないですね。僕はこっち系のすぐ辛い方の辛さが好きなので、次またこれ買うかって言われたら多分買わないと思います。普通にチーズ入りのやつを買って、こういったやつでピュアッと辛くして食べた方が好みですね。はい、現場からは以上です。はい、ということで今回はジョンソンビルのチリチーズの紹介でした。気になる方はぜひお試しください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。コストコ関連の動画はこんな感じで100本近く量がありますので、もしチェックされてないものがあればまた見てください。この動画参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは。